はいどうも、タイ雨バツミストです。はい、本日はですね、久々にガチャ解説プラスザ・ダイナミック7位アレフトの使用感についてお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまずね、こちらのザ・ダイナミック7位アレフトガチャについて引くべきかどうかというところをお話ししていきたいと思います。まあ、結論から言ってしまうと見送りでいいんじゃないかなと思っております。まあ、その理由が大きく分けて2点ほどございますので、早速お話ししていきたいと思います。まず1点目がこのループガチャの使用ですよね。 SR が 80%、 PSR が 20% の確率で3回目にゲットできるということでですね、この 20% という数字を皆さん信用してはいけません。何回この 20% に負けてきたかというのはね、まあ、過去の私のループガチャ動画を見ていただければお分かりいただけると思います。特にアイラの時はひどかったので、ぜひねもう一度見てほしいなと思っております。でね、まあ、この覚醒祭りというふうに書いてある通り、このアレフトはね PSR を使ってこそ進化を発揮するキャラなんですよね。というところで、まあ、50の恩恵はそこまで高くはないんですが、 PSR というところにかなり意味があります。PSR になるとミート条件がプラス4付与されるということでですね、こちらで大きく査定を伸ばすことができます。実質ね、まあ、デッキ編成もよりますけども、ミート106、ミート111、それぞれね金徳1個分くらいの査定が約ありますので、これ非常に侮れませんね。はい、なので、まあ、PSR40 でも42でも46でもいいので、まあ、とにかく PSR でゲットしたいキャラなんですよ。といったところで、この PSR を狙いにループガチャをするとですね、石が何個解けるか本当にわかんないんですよね。私はたまたまね2ループ目に引けたのでよかったのですが、アイラの時はね何ループだっけ、10ちょっと覚えてないですね。はい、てか思い出したくらいですね、といったねことになりますので、そこはね、まあ、本当にもうキャラがね好きだとか、まあめちゃくちゃイラストもかっこいいんでね、まあ、暁キャラに愛のある方とかはね全然止めはしないんですけども、まあ無理して追うのは絶対にやめましょう。もうね言うてパワープロの日もあと3ヶ月くらい、まあ3ヶ月もないか、まあ826のねちょっと前くらいには来るので、言うてもすぐ来ますんで、ここでまあ石はあんまり放出しない方がいいんじゃないかなと思っております。はい、まあそれも踏まえてこのガチャの使用上ね、まあやめといた方がいいんじゃないかっていうのがまず1点目でございます。で2点目なんですが、果たしてこのねアレフトはアセル適性があるのかっていうところなんですが、まああるんですけど、めちゃくちゃあるんですけども、デッキ編成がちょっと難しいというのが、まあ、2点目として挙げられますと、まあ早速ちょっと見てみましょうか。まあ3個ほどねデッキ試してみたんですが、それぞれのデッキで共通することがあります。普通にフレンドハブキ君をお借りして、はい、こちらミート116デッキ、そして総力上限を捨てた二次特3種デッキで、昨日ね公開させていただいた、新アーティスト新降格法デッキといった感じですね。でそれぞれに共通して言えるのが、このデッキだと高校金と2つ二次特にできません。でこのデッキだと、新アーチ、新ストライク送球、新電光セッカー取れるんですけども、まあ、総力条件がありませんと。で、こちらのデッキですと、ミート116にはできるものの、新ストライク送球が取れないといった感じですね。はい。といったところで、何かしらね、欠けてしまうんですよね。はい。経験点も出せて、まあ、非常にね、ボクシングもあってね、アスレティック高校の適性は高いんですけども、総合査定値が、やっぱりですね、まあ、私がね、愛用しているこちらのデッキとかと比べると、まあ、若干、落ちてしまうのかなと思っております。はい、そこがまあ私の引っかかるところかな。はい、といったところで、まあ非常に、まあ、絶妙な立ち位置で実装したキャラなんじゃないかなと個人的には思っております。はい、まあ、アマネちゃんとかをねうまく使えばね、まあ、新電光石火からね新ストライク送球とか、まあ、全て、取り切ることは可能だと思うんですけど、そうすると筋力練習改革がなくて敏捷不足になってしまうとかね、まあ、いろいろなね問題が発生するんですよね。まあ、そんな中でまあ人それぞれ好みはあると思うんですけども、私はですねちょっと今かなり苦戦しております。はい、裏でやってまだ PF5 までしか作れてないんですよね。といったところで、なんとも言えない性能といった感じかな。で、アマレちゃんみたいに、実はこの7アレフト
最適性はアスレティス高校じゃないんじゃないかなと思う、個人的にはね思ってるんですよね。まあ噂されてるのが北斗強化強化とか、はい、まあ次のね新高校で輝くとか、まあそういったところがね、まあ、予想されますので、まあ、そうなった時にね進化もしかしたら発揮するかもしれないですね。普通にミート上限プラス4、肩上限プラス2、アーティスト、入場できるアーティストプラスね、ヒートアップが取れるっていうのはね、もう本当にワールドクラス、友沢並みの性能をしておりますので、正直言っちゃうとね、テーブルはまあ友沢の方が若干強いんですけども、はい。あの、査定値で言えばね、そこに匹敵するものをね、秘めておりますので、まあ、そういったところでね、アスレティス高校で使うのだったら、まあ、無理して、アレフトリオンデッキを使うのではなく、従来通りのね、まあ、この、ワールドコンビのデッキでもいいですし、まあセカンド育成とかね、まあキャッチャー育成とか、まあいろいろね、デッキありますんで、そちらで使っていただけるのがいいんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、特に二塁手育成のデッキだったらね、いろんなデッキありますしね。といったところで、まあ従来通りの本当、カミラとストライク送球を取れるね、はい。こちら、袴友沢をうまく使ってあげるのも、まあ十分ありなのかなと思っております。はい。といったところが2点目かな。はい。アスレ適性はあるものの、デッキ編成にちょっと難があるといったところですね。はい。で、最後に、まあ、アレフトの使用感なんですが、まあ、ちょっと先ほどの話でも重複するんですけども、使用感自体は全然悪くないです。はい。単体性能は非常に高く、経験点も出しやすいです。はい。打撃筋力練習持ってるんで、まあ、かなりの確率で光ってくれますし、得意練習チャットも、はい。固有ボーナスプラス45で 20% 付与されますので、まあ、おそらく 30% ですね、あるのでかなり光ってくれます。で、打撃筋力練習どちらもねボクシング絡みますので、もう精神ポイントは、まあ、俺に任せろといった感じですね。はい、本当に、ただね、全ての、まあ、先ほど紹介した3つのデッキに言えるのが、敏捷ポイントが不足しやすいです。はい、というのも精神稼げるから角にガン振りするんですよ。ってなるとね、角って精神ポイント1番使うんですが、2番目に使うのが敏捷ポイントになるんですよね。なのでそこが一気に持ってかれちゃうんで、はい、そこの敏捷ポイントをどうサクセス、まあ終始ね、まあ、補うかってところを意識していくことが求められるんじゃないかなと思っております。なので、まあ、早めにテニスを金メダルにするとかね、まあ、ラグビーを金メダルにして、まあ、敏捷ポイントを肩守備タック、まあ、筋力タックでもいいですけど、そこで一気に入れていって、まあ、角を上げて経験点を伸ばしていく立ち回りが、まあ、いいんじゃないかなと思っております。もう打撃がね、このデッキを、まあ、例に出してしまいますけど、まあ、4枚積めるということもありまして、技術ポイントに関してはね、もう全然大丈夫です。もう打撃のタックで取れちゃうみたいな、まあ、アマネちゃんのデッキに似てるかなといったところですね。はい。なので、もうとにかく敏捷ポイントだけを意識して立ち回っていただけたらなというふうに思っております。このアレフトデッキはね、はい、特に。といったところで、非常に、さらにね、アマネちゃんの登場から、デッキ編成の幅がかなり広がりましたので、非常に今アスレティス高校がね、もう楽しくて仕方ないっていうのが私の本音でございます。はい、もう配信者からしたらね、ありがたいですよね。いろんなデッキをね皆様に紹介することができるんでね。はい、といった中でね、まあチームランクも上げていきながらね、パワープロ楽しんでいきたいかなと思っております。はい、といったところで、まあ今一度まとめますと、こちらの覚醒ガチャはですね、はい、全然、見送りでいいと思います。まあ特に無課金、無課金の方は無理しなくて全然いいと思います。で、アスレティス高校の適性こそ抜群なんですけども、デッキ編成にちょっと難がある。プラス、まあ、使用感なんですけども、使用感自体はめちゃくちゃいいです。ただ、敏捷不足になりやすいので、そこはね、気をつけてください。といった感じですね。はい、という感じで、今回の動画終わらせていただきたいと思います。次はどんなガチが来るんですかね。おそらく5月はもう来ないんじゃないかなと思ってるんですが、はい、まあ、そのあたりのね、新キャラの考察、新高校の考察だったりもね、まあ、ぜひコメントでお寄せいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録と高評価もお願いいたします。では失礼します。 See you。